平野紫仕様のオフの食事姿が可愛すぎて震える。87万いいねの破壊力。みなさん、こんにちは。今回は元キングプリンスへの平野仕様さんが SNS で話題になったオフの食事風景についてお伝えします。平野紫仕様さんは5月にジャニーズ事務所を退所した後もファンを魅了し続けています。その彼が9日 SNS を更新し、 投稿からわずか7時間で87万件を超えるいいねの反響を呼び起こしました。投稿された写真はスワンボートの後にマネージャーさんと楽しいひとときを過ごす平野市洋さんの姿です。写真には美味しそうにうなぎを食べる彼の姿が捉えられています。T シャツにメガネ、そしてカチューシャが頭に乗せられ、 髪をまとめた姿はファッションセンスにも注目が集まりました。この投稿に寄せられたコメントからはファンたちの熱い支持が伺えます。 彼女目線の写真嬉しいから目線が最高すぎてマジで彼氏なんだけど一緒に食事してるみたいで最高用君に食べられたうなぎは前世でどんな徳を積んだのだろうかわいすぎだってば食べているお顔がかわいすすぎてもぐもぐ顔本当かわいいなんて幸せそうに食べてるのからかわいすぎて震えるとファンたちのコメントが溢れています平野潮さんは そのキャラクターと魅力的な笑顔で多くの人々を魅了し、SNS 上でも大きな注目を浴びています。彼のオフの素顔がファンにとっては特別な瞬間となり、その魅力に一層引き込まれたことでしょう。結論、平野志耀さんのオフの食事姿が SNS 上で大きな反響を呼んでいます。彼の可愛らしい笑顔と食事を楽しむ姿勢が、 ファンたちにとって特別な瞬間となっています。今後も彼の魅力的な一面に期待が高まります。これからも平野志耀さんの活動に注目しましょう。読者への挨拶、平野志耀さんの魅力的な一面についてお伝えしました。彼のファンの方々にとって彼の日常生活を垣間見ることは特別な瞬間でしょう。 今後も彼の活動に期待し、彼の素晴らしい姿を応援し続けましょう。ありがとうございました。